それでは、組み込み向けハイパーバイザーと、ハイパーバイザーを用いた広域検知手法に関するプロジェクト、戦時プロジェクトについて、朱芳史が発表します。まず始める前に自己紹介をします。下谷学園高等学校高校3年生です。プログラミングを始めて4年になります。特に組み込みシステムに興味があります。昨年、戦時プロジェクトを始めるきっかけとなったセクハク365に参加しました。セクハク365は日本の1年間に及ぶ U25 セキュリティハッカソンです。南は沖縄、北は北海道の全国各地で行われる計7回の合宿を含みます。本講演ではセクハク365における私の成果、戦時プロジェクトについてお話しします。そして本講演のトピックは、高校生1人でハイパーバイザーとセキュリティを作ったら一体どんなものが出来上がったのかです。こちらが戦時プロジェクトの全体概要になります。現状として戦時プロジェクトの成果は2つ存在します。1つ目が組み込み向けハイパーバイザーの開発。趣味目的で容易に独自の改造を加え、その有効性を検証できる組み込み系ハイパーバイザーはほとんど存在しません。そこで戦時プロジェクトでは CPU メーター上で動作し、AIKI 64向けのシンプルな組み込み系ハイパーバイザー、戦時バイザーを開発しました。2つ目は組み込み系セキュリティ機能の研究及び開発です。組み込み系セキュリティ機能の、え、組み込み系セキュリティ機能には2つの制約が存在します。1つ目は、プロプライエタリー、すなわちソースコードが入手不可能なソフトウェアに対しても、その機能を適用可能である必要があります。そして次に、その機能を適用してもリアルタイム性が保証されている必要があります。私の知る限り、この2つの制約を同時に満たす広域検知手法は存在しません。したがって、組み込みシステムに適用できる広域検知手法はほとんど存在しません。そこで戦時プロジェクトでは、ハイパーバイザーを用いた組み込み向けの広域検知手法、AZROP および AZCOP を開発しました。こちらが本日の大まかな流れです。まず、いくつかの用語について簡単に説明した上で、戦時プロジェクトの中心理念についてお話しします。次に、シンプルな組み込み系ハイパーバイザー、戦時バイザーについて説明します。そして、広域検知手法に関するいくつかの先行研究について紹介した上で、先行研究における問題提起を行います。その後、その問題に対する解決手法として、AZROP および AZCOP を提案します。では、まず、いくつかの用語について簡単に説明した上で、戦時プロジェクトの中心理念について説明します。組み込みシステムとは、特定の機能の実現に特化したコンピューターシステムのことを言います。今日、組み込みシステムはさまざまな場面で活用されています。例えば、カメラ、車、人工衛星、MRI などです。そして、組み込みシステムはしばしば小型であること、省電力であること、リアルタイム性が保証されていることが要求されます。ハイパーバイザーとは、大雑把に言って CPU は OS を仮想化するための基盤や技術のことを言います。組み込み系ハイパーバイザーは、組み込みシステム向けに特化したハイパーバイザーのことを言います。では、次に戦時プロジェクトの背景および中心理念についてお話をします。組み込み系ハイパーバイザーの研究と活用が盛んになっています。しかし、現状では趣味目的で容易に独自の改造を加え、検証できることを十分に小さくシンプルな組み込み系ハイパーバイザーはほとんど存在しません。また、他分野に比べ研究が開始されてからまだ日が浅いです。組み込み系ハイパーバイザーには多くの改善の余地が存在するのではないでしょうか。ハイパーバイザーの新しい活用方法を提案することで、コンピューターにおける諸問題を解決することはできないのでしょうか。ハイパーバイザーを用いることで、
既存の手法では不可能であったような新しいセキュリティ機能を実現することはできないのでしょうか。これが千住プロジェクトの中心理念です。この中心理念を端的に表したのが千住プロジェクトという名前です。千住プロジェクトという名前は日本語の千住観音に由来します。千住観音は千本の手を持つ菩薩様です。影から千本の手で人々を支えると言われています。この気づかれずに、しかし強力に何かを支えるイメージは、千住プロジェクトがまさしく目指しているものであり、中心理念に一致します。では次に、そして千住プロジェクトの最終目標は、容易に改造を加えることができる組み込み系ハイパーバイザーの開発、ハイパーバイザーのユニークな活用方法の提案になります。それに対して現状の成果は、シンプルな組み込み系ハイパーバイザー、千住バイザーの開発、そしてハイパーバイザーを用いたセキュリティ機能、アズロップ及びアズコップの開発になります。ではまず千住バイザーの開発についてお話しします。開発のファーストステップとして、どのようなハイパーバイザーを目指すのか決めました。開発方針は次の通りです。フルスクラッチ開発、すなわちプリント変換数から自作します。そして可読性を担保するためにコードが1万行以内であること、ハイパーバイザーを動作させるためにはためのハードルを下げるために CPU エメター上で動作することを要件としました。それに対して現状の仕様としては、CPU 上に直接ハイパーバイザーが動作するベアメタル型ハイパーバイザー、そして GuestOS として Linux 教育用組み込み OS である CODES が動作することが確認されています。そして独自改造を加えた QM 上で動作します。現状ではコードは7000行です。では次に、ハイパーバイザーを用いた組み込みシステム向けのセキュリティ機能についてお話しします。どのようなセキュリティ機能を目指すべきなのか議論するために、教員モデルについて簡単に説明します。ここでは保護対象の組み込みシステムは DEP もしくはそれに相当する機能を持つことを想定します。すなわち書き込み可能かつ実行可能なメモリは該当システム上には存在しません。この要件は大抵の組み込みシステムに当てはまります。したがって我々はこの要件は妥当であると言えます。この要件のためにコードを注入することによって交易を成立させることは不可能です。したがって攻撃者はコードを注入する必要がないロップやコップなどのコードリユース攻撃などによりシステムのコントロールを省略することを試みます。よって我々はロップとコップを検知する必要があります。ではまず、ではロップとコップはどのような攻撃なのか説明します。まずロップについて説明します。レット命令は CNO におけるリターンに相当します。レット命令で終了する命令列をロップガジェットと呼びます。ロップではスタック中のリターンアドレスを任意のアドレスに書き換え、ロップガジェットを実行することによって攻撃を行います。一つ一つのロップガジェット自体がコンピューターシステムに与える影響は小さいのですが、複数のガジェットを組み合わせることによって複雑な攻撃が可能になります。次にコップについて説明します。ロップではレット命令を用いましたが、コップでは間接関数呼び出し命令を用います。間接関数呼び出し命令は C 言語における関数ポイント経由での関数呼び出しに相当します。コップガジェットは関数呼び出しの直前に配置されるため、引数操作など比較的操作性の高いという性質があります。これらの攻撃、ロップやコップに対する広く使われているセキュリティ機能としてアスラというものが存在します。アスラはスタックやコードの位置をランダム化することによって攻撃を困難にします。しかし、ブルートフォースアタックやインフォメーションリークによってバイパス可能であることが一般に知られています。
したがってアスラは緩和策にとどまっており、根本的な解決策となっていません。次に、先行研究における問題提起をするため、広域検知に関するいくつかの先行研究について説明します。先行研究は大きく分けると CFI と Behavior Based Heuristics に分類可能です。まず CFI について説明します。 CFI は本来のプログラムでは意図されていない分岐等を排除することによって攻撃を阻止します。具体的には関節分岐、関節関数呼び出し、関数からのリターン実行時に分岐先アドレスの正当性を検証します。実装としてはコンパイル時に、保護対象の実行バイアにその検証コードを挿入することで実現します。しかし CFI には実用的な問題が存在します。まず検知対象のプログラムのソースコードが必要になります。したがってプロプライエタリー、すなわちソースコードが入手不可能なソフトウェアに対してその検知機能を適用することはできません。そしてオーバーヘッドが高いです。これらの実用的な問題点から2005年の CFI の提案以来、多くの研究者が実用的な CFI の研究に従事してきました。では次に Behavior Based Heuristics について説明します。プログラムの振る舞いに関する経験則に基づく検知理論を利用します。コンパイラレイヤーで実装される場合を除いて、ほとんどの場合カーネルドライバーで実装されます。カーネルドライバーとして実装されます。特徴としてはプロパイエタリー、すなわちソースコードが入手不可能なソフトウェアに対してもその検知機能を適用可能です。そしてオーバーヘッドが小さいです。またカーネルドライバーでの実装のため特定のタイミングでまとめて検知処理を行います。したがってリアルタイム性は失われます。ではこれらのことを踏まえて先行研究における問題提起を行います。ここで考察です。組み込み向けセキュリティ機能には2つの制約が存在します。まずプロパイエタリーなソフトウェアに対してその検知機能を適用可能である必要があります。なぜなら組み込み開発の現場においてソースコードが入手可能なソフトウェアを用いることが多々あるためです。そしてリアルタイム性が保持されている必要があります。ではこれらの制約を先行研究に当てはめてみましょう。CFI はコンパイラレベルで実装されます。そしてプロプライエタリーなソフトウェアに対して適用できません。Behavior Based Heuristics はカーネルドライバーで実装されます。プロプライエタリーなソフトウェアに対して適用可能ですが、リアルタイム性がないという特徴があります。したがってどちらの手法も全ての制約を満たせません。ここで問題提起です。全ての組み込み向けセキュリティ機能の制約を全てクリアできる先行研究は私の知る限り存在しません。根本的な原因として、そもそも組み込み向けセキュリティ機能の研究が進んでいないという現状があります。組み込みシステムに適用できるセキュリティ機能を実現することはできないのでしょうか。これが開発のモチベーションです。ではどうすれば我々は全ての制約をクリアすることができるのでしょうか。この答えを導くためには、先ほどお見せしたスライドが役に立ちます。CFI はコンパイラレベルで実装されます。そしてプロプライエタリーなソフトウェアに対して適用できません。Behavior Based Heuristics はカーネルドライバーなどでとして実装されます。そしてリアルタイム性が失われます。こういった事実から我々はどういったことが導出できるでしょうか。当然と言ってしまえば当然なのかもしれませんが、実装手法と検知手法の性質には強い相関関係が存在することに気づきました。したがって全ての制約をクリアするためには我々は新しい実装手法を考える必要があります。そこで千住プロジェクトでは CPU 命令を擬似拡張することによってセキュリティ機能を実装する手法を提案します。
では、どのようにすれば CPU 命令を疑似拡張できるのでしょうか。残念ながら、現在普及している CPU には命令を拡張する機能は存在しません。そこで本プロジェクトでは、複数レイヤー間の協調動作によりこれを実現しました。まず事前に開発時において、疑似拡張したい命令を未使用の機械語に割り当てます。そしてその疑似命令をゲスト VM が実行しようとすると、命令の実態は CPU に割り当てられていない無効な命令なので、CPU が例外を起こします。そしてハイパーバイザー側でその例外をトラップすることによって疑似命令が実行されたことを検知します。そして疑似命令の本来の振る舞いと、疑似拡張したい振る舞いをエミュレーションすることによって CPU 命令疑似拡張を実現します。ここで考察です。CPU 命令疑似拡張によるセキュリティ機能の利点としては、プロプライエタリーなソフトウェアに対しても機能を提供できます。そしてハイパーバイザーレイヤーを備える他の CPU でも実装可能です。実 CPU レイヤー上では難しい複数レイヤー間の協調動作が可能になります。実際に構築する AZLOP において静的解析ツールとの連携によってオーバーヘッドを削減しています。次に、ハイパーバイザー上にセキュリティ機能を実装する利点としては、実装によってはカーネル空間に対しても機能を提供可能です。そしてリアルタイム性を保つことが可能です。ゲスト OS を修正する必要ない、する必要がない場合があります。開発者側としてもハイパーバイザーがセキュリティ機能を肩代わりし、ゲストの組み込み OS の機能を減らすことで運用が楽になるというメリットがあります。では、どのように命令を拡張すれば我々はセキュリティ機能を実現できるのでしょうか。実際に CPU 命令疑似拡張を用いて実現したセキュリティ機能を次のスライドより示していきます。まずはロップに対する攻撃検知手法、AZLOP についてです。ロップというのはリターン命令を悪用することによって成立する攻撃でした。AZLOP の検知のための中心理論は、ロップガードと呼ばれる先行研究に基づきます。通常の場合、CPU がリターンすると、該当の関数を呼び出した BL 命令の次の命令にリターンします。しかし、ロップガジェットが行われた場合、この BL 命令とリターン命令の関係が崩壊します。この BL 命令とリターン命令の関係をチェックすることによってロップを検知します。で、レッド命令にこのチェックの処理を疑似拡張しました。ですが、通常のソフトウェアではレッド命令は関数が終了するたびに実行されるので、オーバーヘッドが非常に大きいです。そこで次の工夫により高速化しました。まず検知処理をアセンブリで実装しました。次に検知処理を適用するレッド命令の個数を削減しました。ロップ攻撃に悪用される可能性のないリターン命令が存在します。この命令を本公演では無害なレッド命令と呼ぶことにしましょう。今回は無害なレッド命令をポインター、バッファを一切用いない関数のレッド命令と定義します。ポインター、バッファを一切用いない関数、つまりこの関数中にはロップガジェットが存在しないので、このレッド命令を用いることによってロップ攻撃を行うことはできないというわけです。そこで事前の静的解析ツールとの連携により、無害なレッド命令はセキュレット命令に変換せず、つまり検知機能を適用せずにそのまま実行するように細工しました。
このレッド命令の場所ごとに命令の振る舞いを変えるというアイデアは、カーネルドライバーやコンパイラーレイヤーでの実装では難しいです。実際にこの命令の場所ごとに命令の振る舞いを変えるというアイデアについて、フューチャーワークで少しだけ触れている先行研究は存在するのですが、このアイデアを具現化した既存の攻撃検知法は私の知る限り存在しません。こういったことが私の提案した実装手法では容易に実現可能です。このことはハイパーバイザーを用いた CPU 命令疑似拡張による実装手法は功を奏したと言えるでしょう。では性能評価です。ゲストの Linux 上の mRuby でハローワールドを表示するスクリプトを実行してみました。該当ユーザープログラムが行っていることは中間言語へのコンパイルおよび中間言語の実行です。結果はこうなりました。まず何も高速化しなかった場合のオーバーヘッドが80%ほどで、最終的にはオーバーヘッドが25%に削減されたので高速化に成功していると言えます。そして1回あたりの検知処理が136サイクルで終了しています。考察です。1回の検知処理では200サイクル以内に終えることを保証しています。すなわちリアルタイム性の保持に成功しました。そしてこれが先行研究と一線を画す部分です。なんとこの機能は Guest OS の修正なしでその検知機能を適用可能です。しかしオーバーヘッドはまだ25%で実用的とは言えません。これについては無害なレッド命令の定義をさらにの定義をさらにの定義の精度をさらに上げることによって、検知処理を適用するレッド命令の数をさらに減らすことによってオーバーヘッドを削減可能だと考えています。では次にコップに対する攻撃検知法アズコップについてお話しします。について説明します。コップというのは関数ポインターを悪用することによって成立する攻撃でした。検知のための中心理論として、通常間接関数呼び出し命令 AR64 では BLR 命令ですが、 BLR 命令では関数の先頭アドレスに分岐します。しかしコップガジェットが実行された場合、関数の途中のアドレスに分岐します。したがって BLR 命令実行時に分岐先が関数の先頭であるかどうかを確認することでコップを検出します。ではどのようにすればそのアドレスが関数の先頭を指しているのか判定できるのでしょうか。まず僕が一番最初に考えた原始的な方法は次の通りです。まず事前に静的解析ツールにより実行バイナリから関数のアドレスを抜き出してリスト化します。そしてハイパーバイザー側で BLR 命令実行時に分岐先アドレスと関数リストを照合することによって分岐先が関数かどうかをチェックします。しかし関数ポインター経由での関数呼び出しが発生するためにこの検索処理は発生するので、次の問題点が存在します。まずオーバーヘッドが非常に大きいです。検索処理なのでリアルタイム性が確保されません。そしてユーザー空間に機能を適用するためにゲスト OS の修正が必要になる場合が存在します。そこで次のテクニックによりこの問題を解決しました。まずはリターンアドレス保存処理のチェックです。コンパイラーを用いて生成された実行バイナリでは関数中の特定の位置にリターンアドレスの保存命令が配置されます。具体例、アセンブリコードをご覧ください。これは実際の、実行バイナリを逆アセンブルしたものなんですが、4行目ですね。4行目の部分がファンクションという関数のリターンアドレスを回避、保存する処理にあたります。そしてこの命令というのは、リターンアドレスの保存処理以外には使われないことが確認されています。したがってこの命令が検知された場合は瞬時に関数の先頭を指していると判別できます。したがってこの場合においては関数リスト照合処理を省略することが可能です。
続いて、列島命令先行性のチェックです。例外を除いて、関数の先頭の直前には列島命令が配置されます。アセンブリコードをご覧ください。2行目がそれに該当します。ファンクションの直前に列島命令が存在すると。そして、関数の途中の列島命令に関しては、関数末尾の列島命令の分岐に書き換えることによって、直前の命令が列島命令のとき、そのアドレスは必ず関数の先頭であるということを保証する状況を作ります。これによって直前の命令が列島命令の場合、その列島命令については検知処理を適用する必要はありません。したがって、関数リスト照合処理においては、例外となる関数アセンブリで実装かつ直前が列島命令ではない関数をのみをリスト化すればいうことになります。実際に先ほどの MRuby の例で実験してみたところ、最初の状態では関数リストのに登録されている関数の個数が1953個だったのが、これらのテクニックによって17個に減りました。そして照合回数が1万回から0回に減りました。大幅な削減に成功しています。このテクニックについても、先ほどのオーバーヘッド削減テクニックと同様に、CPU 命令疑似拡張だからこそ容易に実現可能なテクニックです。では、アズロップと同様に性能評価を行いました。結果はこの通りです。3.7% という値になりました。考察です。3.7% と実用性が高いです。そしてリアルタイム性が確保されています。ゲスト OS の修正も必要ありません。では、デモに移ります。今から該当のユーザーアプリを実行すると、ロップガジェットが実行されます。では、まずハイパーバイザーを起動します。画面向かって右側が QEMU という CPU エミュレーターのログの画面になります。左側がハイパーバイザー上で動作している Linux のログになります。今から実行するプログラムは、アズロップによる保護が行われておりません。実行してみると、エクスキュートメイン、ロップガジェットというふうに、ロップガジェットが実行されたことを表す命令、メッセージが表示されました。では、次に、アズロップによる保護を受けたユーザーアプリを実行してみます。画面向かって右側のハイパーバイザーのログを見てみると、ロップが検知されたことを示すメッセージが表示され、そのハイパーバイザーがロップを検知した後、そのままゲスト OS を強制シャットダウンさせるようでは実用的なものにならないので、ロップを検知した後、ハイパーバイザーがゲスト OS に対して仮想的にエラー例外を発生させます。で、その後、ゲスト OS が該当のユーザーアプリを異常終了させます。これらの成果をもって、私のセック拡散録は終了しました。そして、
プロジェクトを続行するには致命的な問題が存在しました。そしてその問題は現在に至るまで解消されていません。それは大学受験です。だから僕は千住プロジェクトを休止して大学受験勉強に専念しなければなりませんでした。でもまだやり残されていること、実現したいことがたくさん存在します。フューチャーワークです。プロジェクトの最終目標に掲げた容易に独自改造を加え、検証のしやすいハイパーバイザーの実現にはまだ程遠いというのが現状です。したがって千住バイザーをより洗練し、利便性を向上させる必要があります。そしてプロジェクトを通じて僕自身がハイパーバイザーの可能性に気づかされました。例えばある命令が攻撃に悪用される可能性は配置されている場所により段階的に異なります。今回の AZOP のオーバーヘッド削減テクニックでは、適用するか適用しないかの2パターンでしたが、これを何段階にも分けることによって、ことにより、さらに疑似命令の振る舞いを最適化すれば CPU のオーバーヘッドが削減できると思われます。そして疑似命令の振る舞いをランダムに変更することによって、さらに攻撃をより困難になると思われます。これらのことをもし大学に入ることに成功すれば実現していきたいと思います。まとめです。エミュレーター上で動作するシンプルな組み込み系ハイパーバイザー、千住バイザーを開発しました。セキュリティ機能の実装手法として CPU 命令疑似拡張による実装手法を提案しました。そして CPU 命令疑似拡張の特徴を生かしたオーバーヘッド削減テクニック等の考案により、組み込みシステムに適用できる攻撃検知手法 AZROP および AZCOP を開発しました。これらのセキュリティ機能は、攻撃検知手法は次の特徴を持ちます。プロプライエタリなソフトウェアに対してもその検知機能を適用可能です。カーネル空間に対しても適用可能です。検知機能を適用するために OS の修正は必要ありません。そしてリアルタイム性が保持されています。AZCOP については、性能実験により実用的な段階であることを示しました。最後に謝辞です。本プロジェクトは NICT が実施する U25 セキュリティ若手セキュリティイノベーター育成事業セクワーク365における研究開発の成果です。そこには組み込み向けのハイパーバイザーの新しい世界があります。無知な高校生一人でさえもハイパーバイザーと新しいセキュリティ機能が作れました。皆さんも自分だけのハイパーバイザーの新しい世界を作ってみませんか？ Thank you very much.